はい、どうもこんにちは、せつです。今回はダウンロードコンテンツ第2弾絶望の島配信されましたね。今回の動画ですね、電源を入れる過程とパックアパンチの配置をご説明していきたいと思います。初心者による解説ですのでご了承くださいませ。まずはバケツを探してください。この辺りにバケツ、初期部屋にね、バケツがあるはずです。ありましたね、これです。普通の水じゃ役に立たねえようだな。でね、今回のマップは割と簡単なんじゃないかなと感じました。ゾンビが苦手な私でもね、簡単に謎解きができましたので、夜中の4時くらいまでね、ずっと粘ってやっていまして、で、ガスマスク以外は多分全て今分かっている状態なので、まあ他にもね、いろいろ隠し要素あると思いますが、それを、小分けにしてね、今回は動画にしてみたいと思います。最初もう全部まとめて紹介していこうかなとしたんですけどね、なかなかこう分かりづらくなるかなと思いましたので、で、この2ラウンド目は結構大事ですね。あの飛行機見てください。あの飛行機が落としたのを見て、で、でもカオスボックスがあっちなんですよね。どっちを選ぶかは、もうプレイヤー次第ですね。で、今回はパークも紹介したいので、こっち側から行きますね。あの飛行機が落とした方に行くと、これですね。リバイブを落としてくれました、あの飛行機。こんな風に、こっち側に落とすこともあれば、さっきのカオスボックスの方ですね、あっちの方に落とすこともあります。ですので、まあどっちかをね、ランダムボックスを取るかリバイブを取るか、どっちかになりますね。あ、で、これですね、たまにゾンビがね、ゾンビ倒すと植物の種を落としてくれます。で、それを使って植物を育てます。で、育てたらアイテムを出してくれることがありますので、それを利用するといいかと思います。パワーアップとか武器とかポイントとかもね、落としてくれますので。で、ここですね。どんな時でも玉切れは勘弁してくれ。でも、ゾンビシールドのねこともあるんですけれども、それはまた別の動画で紹介しますね。今回は電源とパークの配置というだけです。パパは新しい銃が欲しいんだ。みんな大好きジャガーノグはですね、ちょっとめんどくさいというかね、一手間かかるやり方になっていますので、ちょっと結構ね、難しいかと思います、その辺は。ここの研究所ですね。ここの研究所と、あともう一つ、この先の先ですね、にも研究所がありますので、その2つのところに、2つの電源を入れないと、主電源といいますかね、まあ本物の電源は入れられないという設定になっています。とにかく、まあ、5000ポイントぐらい貯まれば、楽々電源を入れられる過程まで行けるんじゃないかなと思います。こんな風にね、植物が育ちますので、何が出てくるかはお楽しみ。シェイバーができる、シェイバーが今回は出てきました。たまにね、ローカスや MR6 とかも出てきたりします。あとロケットランチャーですね。で、積極的にね、植物は植えていった方が結構戦略的にね、いいかと思います。今みたいにね、植物の種を落としてくれます。ここもなってますね。あ、たまにこういう風にね、グレーデンドも落ちてきます。危ないので注意してください。それと、ここゴブルガムですね、クモの巣が張っていますので切り裂いてください。ちなみにここは初期部屋ですね。でね、ここ
植物に水をやるっていうコマンドが出てくると思うんですけど、まあ、やっても、あ、なんかやったらね、もなんかちょっと強めの武器など多分出てくるかと思います。ちょっと定かではないので、わからないですけど、多分ね、水をやることによってデメリットはないと思います。で、とりあえず5000ポイント貯まりましたので、先を急ぎたいと思います。ここの広い場所ですね。ここ個人的にお気に入りの場所で、結構ね、トレインしやすい場所なのでおすすめします。ここですね。1250ポイント。で、ここにね、今回は行きたいと思います。ここ、パワーをオンにしないとね、開かないので。ここですね。ここ開けて、で、ここ。ここがもう一つの研究所ですね。で、ここの2階です。あ、その前に、このまっすぐ行きまして、ここですね。青く光ってる水がありますので、これを汲んでください。それと、その先、ちょっと先にもね、こう、パークがね、クモの巣に張り付いてますので、これはスピードコーラですね。今回は、パークの配置はね、ランダムでございます。さっきのはスピードコーラでしたけど、ダブルタップや、スタミンアップになることもあります。で、この上に行って、ここ開けますね。そして、これです。ここにね、水を入れてください。これで一つ目の、電源は供給されました。これで一部のね、で、電気、まあ、そうですね。ここ一帯と言いますかね。まあ、このエリアだけだと思いますけど、まあ、ちょっとしたね、電力供給になりました。で、一回一回ね、あそこの水を汲んで、で、時間経過するとね、ジェネレーターも長くは持ちませんので、消えてしまいます。だからまあ、若干急いで、まあそんなに急ぐ必要はないと思いますけど、ちょっとね、気持ち急いで。ね、こう青く光ってますね。これが今供給されてますよっていう感じの印です。あとこっちの右側ですね。こっちは研究所 B って書いてますね。さっきの A ですね。で、ここにも行って、開けまして、そしてここですね。すぐ真正面。ここに入れます。はい、これで2つとも電源は供給されました。まあ、ちなみに余談なんですけど、ここは個人的に結構好きな場所です。こっからジャンプしてくるやつと、向こうから歩いてくるやつ、で、そっから這い上がってくるやつがいますので、やばくなったらこういう風に降りて戦うのがいいんじゃないかなと、個人的に思うんですけどね。まあ、積むときは積みますので気をつけてください。よいしょ。はい、といった感じで、ここ開けますね。ここポイント必要ないです。で、開けたら、シャドウブイービルの時にいたマルグアみたいなやつが出てくるので、そいつを頑張って倒してください。あのオレンジ色のね、なんかもういかにも弱点ですよっていう感じのやつを撃ってください。そうするとね、簡単に倒せますので。倒せましたね。で、たまにこのね、オレンジ色のこの胞子ですね。これに近づくとキャラクターが咳を込みますので、気をつけてください。無防備の状態になりますので。で、この中に入ったら、これです。ジャガノウ。ありましたね。2500ポイントですね。でも、まだね、主電源を入れていないので。あと、もう、まあ、あとね、4000ポイントか5000ポイント貯めれば、もう余裕で、ジャガーノグも電源もつけれますので、頑張って貯めましょう。はい、ということでね、4000ポイント貯めました。で、ここ入って、入って突き当たりの左側ですね。ここです。このドアを開けてください。ちなみにここにパックパンチあります。今は使えませんがね。ここ開けて、まっすぐ行きますね。まっすぐ行くと、ここに電源があります。だけどこの電源はまだ使えません。ここの反対側の水に入ってください。そしてすぐ左のここ、蜘蛛の巣を切り裂いてください。切り裂くと、ゾンビがね、どんどん湧いてきますので、そのゾンビを全員倒してください。
ちゃんとね、息継ぎしないと溺死しますので、気をつけてください。弾が足りないな。で、この間はね、外に出れないので、気をつけてください。で、弾が足りないなと思ったら、ここにアーガスがありますので、買ってください。あ、今みたいにね、ちょっとまあ、ネタバレと言いますかね、ちょっとなんか、試練完了みたいなやつ出ましたけど、え、なんであいつがいるの？海にも出てくるんだ、知らなかった。あ、たまにね、普通のゾンビが変身するっていうこともありますので、気をつけてください。あいつみたいに。で、さっきの試練完了っていうのは、まあ、後々それもね、動画で紹介していきますので、まあ、少々お待ちください。それと、ここにあるね、パーツも、まあ、一応拾っておきましょうかね。これは今回使えませんけど、また、別の動画でご紹介します。そして、これですね。全員倒したら、あそこ、ゲートが開きますので、もうパワーをオンにしても大丈夫です。これでジャガーノが飲めるようになります。でもさっきアーガス買っちゃったからちょっとポイントが足りませんね。ポイントを貯めましょう。はい、とりあえずね2500ポイント以上貯まったので飲みましょうか。こんな感じですね、ジャガーノグと電源は。ちょっとね時間がかかったりね、今6ラウンドなんですけど、早くて5ラウンドで取ることは可能なんじゃないかなと思います。それと、あと2つですね。パーク。ミュールキックと、さっきあったのは、スピードコーラでしたっけ？とね、ダブルタップがね、他にもありますので、それを紹介していきますね。とにかくね、この絶望の島はポイント不足になりがちなので、あとね、ちょっとね、積みやすい場所もいくつかありますので、ちょっと注意しながらね、行動しないと。あれ、今回はですね、この、ゾンビ犬とかじゃなくて、あと、ラプスとかじゃなくてね、この、変な雲がね、小雲が、今回は犬として出てきます。で、このね、雲も謎解きでね、ちょっと、後で必要になるんですけどね。それも、おいおい解説していきますね。で、ここを開けると開けて左側ですね。こっちに行くと、これは何だろうな。これは催眠アップですね。ここもね、たまに変わりますので、たまにと言いますか、あれですね、ゲームをやるごとに、やるたびに変わりますね。今回のゲームはあそこにスタミナアップで、青い水のところに、なんだっけな、スピードコーラか。で、ジャガーノグとミュールキックが当たるんですけど、それは、あとリバイブですね。それは場所は変わりません。あ、こんな風にですね、ちょっと今回早かったな。緑色のね、オーラをまとったゾンビがね、電源を入れると、たまに出てきますので、そのゾンビを倒すとですね、ちょっと、ワンダーウェポンがあるんですけど、そのパーツをね、拾えることができます。まあ、今はそうとしか言いませんけど、なんだ、ちゃんとしたね、そのワンダーウェポンの紹介の時に、ちゃんとご説明します。ここと、あとここですね。さっき言ったここですね。この電源の一番奥の部屋ですね。ここ開けていただくと、あと1500必要だな。
で、ここからもう降りるとね、ここにミュールキークあります。1500ポイント。はい、仕切り直しますね。で、ここですね。ここ開けると、ミュールキックがあります。といった感じですね。今回は、電源の入れ方、それと、パークの位置、といった感じでね、解説していきました。まあ、何かの参考になれば幸いでございます。ちょっとね、わかりにくい説明だったとは思いますが、すみません。そのあたりは、あまり慣れていないので、許してください。といった感じですね。あと、リバイブ、ダブルタップ。ダブルタップがまだなかったですよね。ダブルタップは、おそらくこちら側にありますね。多分ラウンド進めていくと、まだね、最初の2ラウンド目の飛行機みたいに、まだ飛行機がね、飛んできて、どっかに落としてくれるみたいなんですよね。あ、ありましたね、やっぱり。今回ここにあります。で、ね、多分、6ラウンドかな。ちょっとね、そのラウンド数は定かではないですけど、最初の2ラウンド目は、リバイブが、あっちに行きましたね。あっち側に。で、まあ大体6ラウンド目くらいにまた飛行機来て、ここにね、ダブルタップを落としてくれます。で、まあわかりやすく言いますと、リバイブが先ほどの場所に出て、で、そこから、別の他の場所ですね。他のパークの場所ですね。そこに、まあ何かなかったら、その何かは絶対ここに来るってことですね。ちょっとわかりにくい説明ですね。ごめんなさい。まあ、ダブルタップが今ある場所と、今リバイブがある場所は、どちらともね、ゲームによってランダムに配置されますので、それだけはいますね。今回はここに、ダブルタップという感じですね。ここにリバイブが来ることもあります。はい、といった感じでございますね。ちょっと本当に、若干ね、駆け足というか、こう、グダグダな感じだったと、あまりまとまりがない解説かなと思って、ちょっとね、なんだ、申し訳ない気持ちがあるんですけど、今回はここまでにしたいと思います。次回はですね、パックアバンチについてご説明していきたいと思いますので、また次回もよろしければ見てください。それじゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。それじゃあ、またね。